手大丈夫、ここ見たいと思います。あ、普通のトレア通り行ったら両肩押してきたやつ。あ、いけんな、あ、もういけるな。あ、ごめん、あ、今のも、あ、頭上げたまま飛ぼう、絶対飛べないね。だからちょっと踏んだ、足も踏んだって。でもここからそうした、え、頭入れよっか、頭入れる、これが大事。そしたら飛べるか、うん、頭を下げて脳天を向こうに向けながら飛ぶ、これが大事。当たり前だよ、脳天向こう向いたまま足あっち行くわけないので、うん、あ、止めましたか、そうした、えい、すごい極端にやると 頭一回下げて飛びながら脳天を向こう向ける、こういうのもいいでしょ。この2つをやらないと頭が上がってると飛べないし、頭下げてもこの頭の角度で回ろうとするとここまでしかいけないんだよね、うん、明確に手を使ってんのか知んないけど首の角度を変えたい。こうなるとあのいけるでしょ。こういう、まあだから左右飛ぶのって誰でも考えつくけど、右に行った時と左に行った時と明確にこの肩の角度とか頭の位置とか向きが変わるから、そこを先に整えて飛ぶと飛び終わった時もう全て済んでるから、それやんないで足動かすと結局動かないし、飛んだにしろめっちゃスペースが空いてて相手の足が入るからね。まあ今の、まあ、入り方の話もしたし、止められた時にどう、多分この頭をくるって回すのってすごい大事なんだよ。まあちょっと何かいろいろ試してみて、何か分かんないとこあったら聞いて。